してますがボールに突っ込む。しかしこの固め、なんか若干うまっ。そうなんだ、なんだなんかね、当たんねえのか。ああ繋がらない。はい、それでは始めていきましょう。第240回 KF ゼロニウム国戦スタートします。さあ皆さんお疲れ様です。ですね、240回ということで現在5月の、2日ゴールデンウィーク真っ只中でございますが、まあちょっと早めに開始してるっていうのもあって、まあいつもぐらいかな、ちょっといろんな人がいるんで多く見えますが、そんな感じでしょう。で、表示されている通り、アゲポヨマル対ニョーさんの戦からですね。さあ、はい、そんな感じでいきます。まあ、本日5月2日ですが、まあ、動画上がる頃にはもう終わってるかな。4日後、6日にはね、デュエルの予選もここで、控えております。で、まずワテリー対ニョーさんが、1番ネームです。1番ネームレスだと多分これ結構じゃない、まあ、結構いけるんじゃないの。テリーもいける方だよね多分ね。まあ、D 投げは通る。中段からクラック。おお、まあ、まず先制したのはテリーで、2番手がバネッサ。おっ、ちょっと燃えてしまったか。ダンクの隙に一発当ててラキャン光点。あ、見てからなんか動いたの見てから打ったっぽいですねけどね。さあガードが硬い。なかなかニョーさんもちょっと入りづらそうですね。最後は打ち、すごい今なんか悪魔みたいな笑い声が遠くから聞こえますしたけど、はい。出しちゃいの方はニョーさんが大将。これは確定せず裏から痛い。お、棒を潰してニョーさんはこのまま取りたいところ。お、広いな。さあこれもまあまあ巻島大変そうですけど繋がっている。結構あの設置のね瞬間にベーパーとかが噛み合うとひどいことになるんですが、さあ前提から投げを通してベーパー当たる。さあ裏回って、あっ、まあ、しゃがみしが強く、ここはニョーさん。はい、2戦目ですね。ニョーさんに対するは四季プラスアルファさんが、参加の方ですね。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィークともなると、まあ、結構まあいろんなところから来てくれてる感じはありますね本日も。まあ、両方裏シェルの入った珍しい構成。さあ、トンガスさん、トンガスさんなんか痩せどんどんまださらにやつれてる感じがあるけど、バズルマのせいなんじゃないのもしかして。否定はしないということで、
さあこの一戦まずはクラーク対ネムセ。さあまあ一番だとねネームスもやはりプレッシャーがだいぶかけるのでちょっとクラークもねまあ思い切ってぶっ込みやすい感じはしますね。しかし遠距離戦ではやはりまあ前へとかジャンプ飛ばしに対しては相当苦しいでしょうクラークも。さあここは前転から投げを通して裏に回ってフランケン、さあバレを潰してもう一発うまいですね。さあこれはなかなか見ませんが、さあ取りに行く、まあバネッサーがなんかちょっと苦しそうに見えるけどなこれ。しかしガクラから一発決めてうまい、ぶっ壊れやすいイメージがありますね。さあフランケンまたも決まってもう一発、ニョさんが追い詰められて大将。これはまあ四季さんの方も裏シェルを使っているのである程度 なんか分かってはいそうな感じがしますね。さあ発動していく、ここは空中くらい、さあゲージを払い切ってしまったが、ここはニョさんが耐えればまだまだといったところですが、裏からガトリングが入って、さあまたもフランケン、いや使い分けがいいですね非常に。さあずっとここはもつれるがまだ生きている、そしてハートがない、重い、いい技をチョイスする。さあ、イッチーさん、アンパンマンという名前で、あ、シキさんが非常にそうですね、クラークのいい部分をだいぶ出してますけども、さあ、そのクラークがいなくなる可能性がありそうだ。イッチーさん側はロバート・ハイデルン、ウラクリス、あ、片やなんか本当全然変わりますね、このキャラが、このネームレスと K ダッシュが入るだけで。ウラシェルがちょっと魂キャラな感じがしますね。あ、そして1番ネームレスまたも、あ、しっかりつなげている。ここはちょっと一方的か、ネームレスは1番はまあここほぼメリット的なものはあまりない気がしますが、1番こういう状態で勝ったときはやっぱもうかなりいい状態ですね。あとはもう固くいくもよし、ぶっ込むもよしといったところでしょうか。ここは払っていく、ここは前提うまくカリバンを避けて強パン勝利。まあ四季さんはちょっと見てるとなんかさっきのクラークとかがいい感じで読み合い
まあだいぶいい読み合いを仕掛けますね。結構フランケンとかだいぶ入ってた時に、なんかいいポイントで強パンに変えたりねしてましたからね。さあお互いの技がスカル、あ、愛知なんだ。さあここは当たる。連脚重ねて、あ、しかし3がゲージが3ゲージマックス、これ逆転、遊撃拳遊撃拳。あ、これ浦してる。まあ、ロバートはね逆転は相当難しいといったところでジャンプリー早め。さあウェポンさんがスーピーガーです。かなり久しぶりな感じがしますが、はい、まあ、普段は月曜日ですからね、なかなか来れなかったりもあるでしょう。あ、キャラクターは早めに決めてベニマルクリスシャンフェ。まあ、対する四季さんの方は結構器用ですね、いろいろ使いますね。今度はネームレスをけ、よりさあ、イオリ対クリス。さあ、まずは上の取り合いからといったところ。サイノが刺さって、遠視当たらず見ている。さあ相当いい勝負を展開してますが、キンリーから闇払い。はいですね、結構勝負どころでのジャンプリー早出しはクリスに対してだいぶきついですね、有効ですね。で、続いてベニマル。さあ前転で端から回避するものの一発。さあまだお互い落ち着いていましたが、最後は冷たく塩ビ。シルミガーがだいぶ結構ついて言われてるんですが、俺結構苦手ですね。これ体力リードを、ちょっと前転が出なかったが、体力リードをしていればだいぶベニマル有利っていうのは分かりやすく出るんですけど、こういう状態だと結構ベニマルもぶっ込むのは難しいと思います。まあ、前転にうまく合わせる。ああウェポンさんが大将シャンフェ。さあ早出しでなんとか恥を脱出。おっと、ここは痛い。さあキンリーからダブルアップ。
打ったゲージを回収しつつまだ粘る。非常に面倒くさい状況か、これはウェポンさんにとってはゲージを抱えてるんでね、ここはなんとしても勝ちたいところは。最後エンビK ダッシュが大将ですが、ゲージ差を考えるとまだまだありそうな感じはする。おっと、さあまずは一発返していく。うまい、つなげてヒンディーからガーキャン、ここはターンが入れ替わる。さあ前 B の隙に決まってしまう。さあ来ました、この動画関西からパワエスさん。さあパワエスさんもゴールデンウィークっていうのと、まあ、今までもね結構ちょこちょこ来てはくれていたんですが、まあ、月曜なかなか噛み合わなかったりねあったので、ついにこれ登場です。さあ先ほどちょっとまあのじゃい見てましたけど、やはり鋭いプレーを未だにしますね、健在です。あ、一発引っ掛けて、さあ3チンで防ぐ。さあゼロドット使っている。さあここは生き残ってたのはでかかったが、惜しかったですね、よく見てたんですが。うわ、潰して強制ダウンから、あ、暴れ潰しも当たる。切り返して、パイさんなんかもう置き攻めがだいぶ鋭いですね、特にこのタクマの。さあ残った1枚シャンフェイですが、さあうまい、さあここはこのまま止めたいところ。危ない、当たってしまう。さあ欲しい。さあここは勝負に行きましたが、タグガード。パイソンは常にゲージがないイメージがありますね。しかしまあもう状況が状況といったところ。おっ、惜しい。うおー、マジか、すごいの入れ込んでんな。そうなんだ。さあ電録さん 2P 側です。もうパエさんにみんなビビってもなかなかの時間がかかりましたが。しかしこれ電録さんもまあなかなか鋭いプレイヤーなんで、ちょっとどうなのか楽しみなところではありますね。さあセス対マリー、まあ、やっぱなんかマリーのジャンプシーン早出しとかが結構有効っぽいんですが、まあ、やっぱ当て身があるせいでね、なかなかここら辺は難しいところでしょう。おっと、踏みつけて、さあ表リアルカウント当たって、もうどっちか分かんない。あ、これはちょっと安い。
つけてさあ強パン前へ。さあパイソンが嫌な体力が残っているすごいな。さあやりたい放題。さあ踏みに帰ってゼロと燃える。3効果です。今回は有利。さあピンタで画面端。さあすごいな。おしゃがんで、いやー痛い。さあ潰す。あー惜しいな今の。すげえいい飛びだったけど。あーアインの終わり際。さあこれもおさあ完全に取りに行ってますね。徐々にリードが縮まる。さあまた松尾なあ繋がって超アッパースパキャン。さあ続いて山さん、これはもうどうなるんだろうな。これはなんかすごいことがとりあえず起きそうです。さあパイさんもキャラをだいぶいろいろ回してますね。まあ今回は裏アタック。あ、早い。さあ、出して、さあ、展開が早いですね。さあ、リードはパーフェス。さあ、抜けて確定。さあマリーは弾がやはりめんどくさそうです。非常に。さあキャンゼルから内が通って、さあ早い。ここは確定3ゲージ3ゲージ。ハンディ、当たって、さあパーエスさんが、うわーにヒットしてしまう。さあヤマさんも、あ、うまい。だいぶ個性の強いプレイヤーですが、
さあパイさんがそれを上回っているかのようなこの一戦。さあゲージは十分と言えますが体力がもうわずか。危ない、ここは手前で落ちてしまう。さあ、モフモフさん、あ、ガンピー、まあいいや。さあ、モフモフさん、さあパーエスやはり強い。あ、しかし今のところもモフモフさんいいペースですね。なんかすごいなあれ。あ、構えてしまったのか。さあしかしどこをどうパイさんがもうなんで打ったのか謎ですが。あ、しかし2番手 K ダッシュ、ここは抑えたいところでしょう。さあ早いですね、非常に動きは。うわー、いやー、マジか。なんかさ裏タクとかでさあるけどさ、リュウコラム的な同じノリみたいになっちゃってんじゃんやばいな今の見栄えがすごいわ。お、よく切り返した今。あ、4段キャプさんも登場したところで中堅が裏タグ。うわー見えない。おっとちょっと踏み込みが足らない。そして4打うまい。ここはやはり払えない。しかし発動のこのゲージをだいぶ時間稼ぎましたね。そしてパイさんはゲージのない状態。さあ冷たいんですが早い。これはありますね。モフさんがまあ一発をさせるかどうかといったところでしょうか。うわっ、きた、もつれている。表だー、減った。さあ続いてたった今来た謎尾さんがそのまま、名前が池仁英雄という名前です。さあ、まあ、謎尾さん完全にハイデルにちょっと移行した感じがありますね。
さあ早出しからのフランケン、さあ上を取っていくのはパウエス。早いな。お、さあ中段当たってうまく見ている。さあなんだかんだいい勝負を展開。さあ前転で裏に回って、さあ何回入れ替わってるのかよく分かりませんが、最後は攻めたくジャンプへ。さあ続いてアンディ、さあ飛んでいって、おここは読み合いに勝った感じですね。で同ゲラ、さあ目まぐるしいですね。さあガードしてチョック、さあ飛ばし当たって、さあフォアガキャン、さあうまくナソさんの小池が当たっていますが、おお最後エンビー、あパイさんいつもと違う感じになってますね。いつもはリードを何が何でも取る感じでゲージが払っていくんですが、今回は今負けた状態でゲージが溜まってきている状態。さあここは中断、で対照戦、さあこれはキングであれば、あるいはといった感じがしますが、さあ NC 的確に当てて、さあミラージュ当たる、早い勝負に来ている。さあトルネードが使って、これは痛い一発、キンディから飛ばしトルネード、さあ勝負の一手でしたがここは当たらず。